平成28年8月15日、阿蘇市浪野の道の駅浪野神楽園で、第33回浪野高原納涼祭りが開催されました。まず開会式では、祭り実行委員会の古澤委員長が、平成28年熊本地震により開催が危ぶまれましたが、このお祭りで地域に元気を与え、子どもたちのいい思い出になればと思いますと挨拶。続いて祭り実行委員会会長の佐藤義興阿蘇市長が、地域の交流と活力のためにこのお祭りを楽しんでくださいと挨拶しました。開会式の後、ヤマメのつかみ取り大会が行われ、子どもたちは素早く泳ぐヤマメを必死になって追いかけていました。会場周辺にはたくさんの露店が並び、家族連れやカップルでにぎわっていました。ステージの部では熊本のヒーロー肥後ブレイブ勇気によるステージショーがあり、ショーの終了後行われた写真撮影会ではたくさんの親子連れが列を作りました。その後もステージでは様々なショーが繰り広げられ、リズム B3 によるダンス、阿蘇恋カルデラ、子供太鼓黒つぐみ、浪野中学校の子ども神楽などが披露されました。阿蘇恋カルデラのショーには市長も加わり、大きな旗を振ってお祭りを盛り上げていました。途中雨による中断はあったものの、たくさんの来場者が訪れ、祭りの締めくくりとして行われたおよそ1000発の花火が小雨混じりの夜空に美しく輝いていました。